どうも、皆さん、こんにちは、中村です。よろしくお願いします。ということで、本日もですね、え、インのスタグラムの方で募集しました、皆様のお悩みをですね、え、僕がですね、人生で何も成し遂げたことがない、僕がですね、皆様の悩み、ポポポンと答えていきますので、よろしくお願いします。僕、あの、いつも冒頭で、この、インのスタグラムっていう風に言ってるんですよ。あの、インスタグラムのこと、インのスタグラムっていうね、風に言ってるんですよね。僕のお気に入りの言葉なんですけど、それをなんかファンの方がですね、なんか、あ、インのスタグラムって可愛いですね。すごく、可愛い響きです、みたいな感じでね、ちょっと DM とかいただくんですけれども、えっと、どういう意味かわかりますかインのスタグラム グラムのインって、あのインランのインですよ。え イン、インランのインですよ。それでも可愛いと言えますかインランのインですからね。そこだけ忘れないでいただきたい。インランのインで、インのスタグラムということでね。そこだけ忘れないでいただきたいね。うん。お父さんとかお母さんとかおじいちゃんとかおばあちゃんとかお兄ちゃんとかお姉ちゃんとかおね弟とかでも伝えてね、インのスタグラムのインは、こう、インランのインだっていう。この YouTuber ですね、結構お母さんとかね、お父さんも見てくれてるんですよ、僕のね。まさかね、この息子がね、中豚、中豚をこう、ね、お腹からポンって出した時にね、そいつがね、27年後にね、こう YouTube でね、まさかインランのインで、 インスタグラムで言うとはね,おね、お父さんもお母さんも持ってなかったでしょうね。こんな息子でごめんなさいということで、本日もよろしくお願いします。はい、行きたいと思います。皮かぶりチンコなところとかですかね。はい、静かに。はい、静かに。えー、今日はですね、えー、このクラスの新しい一員になる、えー、転入生を紹介したいと思います。入、はい、ってきていいよ。ガラ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 。<laughs> 皆さん、はじめまして、えー、川かぶり小学校から来ました、ズルむけめたコウジです。ビビってくる女の子がいない、何様彼氏がキモい。別れろよ 性欲がありふれて止まんねえ。これわかりますよ。僕も一時期すごかったですからね。もう止まんなかったり、もう溢れ出てましたからね。なんだろう。う例えば、その女の子と新宿集合とかだとすると、なんか僕のこのもう一人の工事、僕のもう一人の工事、僕のもう一人の工事がですね、なんか先に新宿行ってるみたいな。わかりますもう先走っちゃってるんですよ。なんか先に新宿ついてますみたいな。ラインがポンって入るみたいな。もう一人の工事から。これわかりますね。なんかその時一時期ね、あの、プロゴルファーのタイガーウッズさんがね、ちょっとそういう、そういう,、ね、そう,いう依存症のね、ニュースが、こう流れてたんですよ。ニュース流れてたんですよ。もう僕それ見てね、あの、一言じゃないなと思ってました。 高校の頃好きだった人が忘れられませんあっちは忘れてます彼氏に振られた1週間後にイケメンと写真撮ってて自分の切り替えの速さにビビりますということでえー、っとですね、まあ、見させていただいたんですけれども、まあ、とりあえずちょっと薬錠剤とか粉薬、まあ、1種類ずつ出しておきますね一応、まあ、薬出しておくんですけれどもちょっとまあ言いづらいんですけど一応病名がですね一応出まして大丈夫ですか伝えて大丈夫ですか一応病名がですねあってえ アバズレ予備軍です。好きな女子が LINE の返信は遅いのに話を繋げていきますということで、これは嫌ですね。しょうもない女ですね。これは嫌ですね。なんか、例えばこう、多分いろんな男と LINE してますよ、この人。で、ね、なんか自分はなんか、男からモテてるみたいなので、ね、こういう唯かに浸ってると思いますよ。もうそんな女子ほっとこうも時間の無駄ですよ、こんなプライド高そうな女の子も。男同士遊んでさ、男同士で青春作っちゃおうよ。それかもね、好きなグラビアアイドル作って、そのグラビアアアイドルに青春汁ぶっかけようぜ。好きと言われると冷めてしまいます。キモイ 彼氏が近代入れてて友達に入れさせられたって言ってる。これは嘘ですね。自分で入れてるし入れてます。いろんな男に追われて幸せオブ幸せということでね、あなたの未来が見えました。えー、港区に住んで、えー、人のお金で食った懐石料理をストーリーに2日に1回あげます。 陰謀が多僕の意見から言うと、えっ、ー、と、多いより僕は少ない方がいいですね。あの、つるっつるより僕は、あの、なんか、ちょい残し、ちょい残しの方がいいですね。あの、なんだろう、例えって言うなら、なんか、ご飯ですよ、ちょん。彼氏が好きすぎて、友達いなくなりそうです。これは危険ですよ。これは危ないですよ。あのね、こう彼氏、彼氏、彼氏ってなってる人ってね、なんか、僕の意見ですよ。僕の個人の意見ですけど、なんかちょっとユーモアが少ない人が多いと思うんですよ。で、人ってなんかユーモア、ちょっとしたユーモアって僕めっちゃ大事 だと思うんですよ。なんでこう彼氏彼氏彼氏なってる人がこうユーモアが少ないかって言うとやっぱ彼氏といすぎると結局オレイバックするでしょ。結局オレイバックするじゃん。こうパパパババックするじゃん。オレイバックするでしょ。結局こうずっと一緒に過ぎるとなんかやっぱり彼氏を彼氏と会うのも大事だけどこう彼氏友達で一人でもいろんな とととこここ行ったりいいろろんんんななな得る得るうかもの吸収できるけど結局彼氏一緒にいると思うオレ女の子からモテ遊ばれていつも恋愛がうまくいきません辛いですということでこれ分かりますよ僕もよくあのモテ遊ばれますからねこれ辛いよねで結局さモテ遊ばれたからさじゃあ次は女の子モテ遊ぼうかなみたいな思うんですよでもそんなことしちゃうとさ女の子悲しませさなんかあの男最低みたいになるでしょ何これ今まで18年間彼氏なしですやばいですかねなきということでねこれ何度でも言いますよ 宝です乳輪が小さくて子供っぽいです悩みですどれどれ行き場のない母性が迷子です母性アウトあそぼよメルちゃんイン中ムタが好きすぎて困ってます中ムタって書いた T シャツを着て走り回りたいです可愛い,い人生初のおもちゃ使ったら7回潮吹いておしっこが全然出なくなったことじゃあ皆さん行きますよいつもの行きますよせーの見学可能ですかチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします